三保文化ランドは、かつて日本の静岡県静岡市清水区に存在した遊園地である。遊園地を含む一帯は、東海大学発祥の地にあたり、同学社会教育センターが、三保半島の先端に総面積25万平方メートルの敷地を構え、学内向けの三保研修館と合わせて、一般の利用に開いた2件の博物館相当施設、その他の施設として、 東園を置いて園内にスイミングプールを設け、乗車できる SL が存在した。これらを、同学の社会教育活動の現場の一つ、ミュージアムスポーツパークと位置づけた。東園内の施設のうち2000年にミニチュアランドと、東海道53次園が、閉鎖、2006年にスイミングプールを閉じ、公式には、東園を閉館して、緑地公園としてリニューアルすると発表している。 現在、これらの施設はすべて閉館している。ミニチュアランド世界中の有名な建築物のミニチュアを多く置いたエリア。ミニチュアはすべて屋外に設置されていた。東海道53次園散策路に沿って、城のミニチュアや江戸時代の建物があった。スイミングプール毎年夏のみの営業。建造物の多くは撤去されたが、当時のミニチュアは放置されている。 当園跡地には2013年にミホハーバルキャンプ場が開業施設の老朽化により2020年12月24日付の営業終了を告知した。2019年には日建リース工業が山岳関連系でアニサキスを持たないトラウトサーモンの養殖場を設け商品開発をはじめ2024年の初出荷を目指す。ありがとうございます。